どこ？私拉致されちゃったの。助けて。全員突入だ。犯人を発見した。そいつの口にはお菓子がいっぱい詰まっている。ルーシーは眠りに落ちるのがとっても早いの。でも危険が窓から忍び寄ってくるよ。これは誘拐よ。私と来なさい。ちょっと待った。そんなに急がないで。これは私の初めての誘拐なのよ。おしゃれしないと。どっちのがいいと思う？こっち？それともこっち？誘拐される子って大体どんな格好してんの？ああ、こりゃ時間かかりそう。座っとくわ。このドレスどう？それともこのジャケットは？ダメね、かしこまりすぎだわ。カジュアルが一番よね。あら、新しい香水？なかなかね。私の格好どう？いい感じよ。ほら、これかぶって。やっほー。まだそこに座ってなさいよ。うわー、インテリアデザイナー雇うべきだわ。あなた、ロープで押さえつけるわ。あとは身代金を待つだけよ。じゃあその間に私のフォロワーたちのためにストーリーあげちゃおうっと。え、どうやってほどいたのよ。うっぷす、携帯を置きなさい。さもなければ。それで脅かしてるつもり？見てよ、これ1年前の私よ。このニキビ顔で生き抜いたのよ。それに比べれば何も怖くないわ。うわ、本当に怖いわね、これ。でも私は銃を持ってるのよ。動いたら撃つわよ。ああ、超怖いわ。この手品はどうかしら？私のおじいちゃんが教えてくれたのよ。ああ、お手上げだわ。とっても騙されやすいのね。これはただの串よ。おい妹、まだ寝てんのか？起きろよ、学校始まんぞ。おい、ルーシー。なんだこれ、手紙？妹と金を交換する？こんな額の桁見たことねえぜ。どうすんだよ。どうしよう、この身代金をどう用意すればいいんだ。あ、わかったぞ。俺の貯金箱だ。5歳の時から貯めてたんだよ。やっと今使う時が来たのだ。ユニコーンよ、ありがとな。さよならだ。これだけか？ルーシーのやつ、俺の金盗んだに違いねえ。お兄ちゃんは家にいないわ。だから貯金箱から盗める。気づかれることはないわ。頑張れルーシー、お前ならもっとうまくやれるぞ。気づきもしないうちにお兄ちゃんのこと抜かしてやるんだから。ああ、ルーシーがいないと別世界だ。妹に会いたいな。もう一回よ。まただわ。いった指だ。諦めないんだから。ねえ、私お腹減ったんだけど、オートミールでも食べる？おえ、いやよ。わかったわ、デリバリー頼むわよ。寿司がいい？いや、私生の魚は食べないのよ。ピザは？オリーブ乗ってるわ、気持ち悪い。ビッグマック？コレステロールが多すぎよ。うえ、もういい、限界よ。空腹でいなさい。私だけマック頼んじゃうんだから。もしもし、ダブルチーズバーガーとコーラください。どうも。私の美味しいディナーよ。どこで食べようかしら。あ、ちょうどいい箱があったわ。美味しそう。うん、私バーガー大好きなのよ。
一口ちょうだい。わかったわよ。ほら。超おいしい。コーラも一口。ルーシーを助けるために何かしなくちゃ。待てよ。これはなんだ？これは妹の充電器のコード。どこに繋がってるんだ？ん？お邪魔してすいません。おいお前、何してんだよ。まだ続いている。ここはどこだ？ハリウッドか？ちょっと、撮影中だよ。わ、近所のアパートにたどり着いた。ここにルーシーがいるに違いない。鍵がかかっている。よし、誘拐犯のために餌を作るぞ。これは協力なんだ。ちょっと待って、あれって本物のお金？これは私のよ。欲しいのかい、子猫ちゃん。ほらね、簡単でしょ。頑張ってくれよ、母さんのジュエリーたち。これはルーシーのためなんだから。何かしら、高価な匂いがするわ。どれどれ。あ、ドアの外側からジュエリーの香りがするわ。誰がいるの？驚いたか、泥棒め。もうおしまいだわ。私逮捕されちゃうのよ。牢屋に入るんだわ。もうここまでだって。あなた超おっかしい。見てよ。心ない女め、その携帯よこせ。取ってみなさい。あんたがもらうのはこれよ。自業自得よ。何一つ計画通りにいかないわ。ねえ、あなた大丈夫？あんたには分かりっこないわよ。私の子供の頃の惨めさなんて。ふん？私の卒業アルバムよ。私は地味だったのよ。ほら。嘘でしょ？そうなの。私は意地悪の上ブッサイクだったから、クラスメートにからかわれていじめられたのよ。だから大きくなったら美しくなってみんなに愛される人になろうって決めたの。意地悪をやめればよかっただけじゃないの？そんなことないわ。なんで身代金にこんなに時間かかってんのよ。このうざい子の家族をせかしてやらないといけないわ。でもどうやって？わかった、そこに座りなさい。自分にロープ巻きつけて。今から撮影するから、あたかも苦しめられてるかのような演技をするのよ。わかった？わかったわ。こんにちは、私ルーシー。取れた？違うわよ、全然違うわ。こうやってやるの、見てなさい。ルーシーよ、私拷問されてるの、助けて。ルーシーよ、私のチャンネル登録してね。分かってないの？もううんざりよ、限界ね。出てきなさい。捕まえたぞ、犯人め。警察官の皆さん、ちょうどルーシーを送っていくところだったんですよ。詳しくは署で話せ。待って。警察署では写真を撮られちゃうわ。これでよし、連れてって。ルーシー、大丈夫だったか？はあ？それ俺のシャツじゃねえか。
つも勝手に人のもの盗みやがって。どうなるか分かってんだろうな。私たちの誘拐のお話は好きだったかな。それならどっちの方が好きだったかコメント欄で私たちに教えてね。誘拐犯？それとも被害者？そしてチミたち、私たちのチャンネル登録とこの動画にいいねとベルマーククリックしてね。ウーフーからのおっかしい新着動画を見逃すでないぞ。